肉体を鍛えたいとか、精神を鍛えないとって思ってても、実は霊体を鍛えておくとか磨いておくと、後のものがなんかこう副産物的に整ってくるっていうようなすごい。感覚に自分でやってると思うので、先に。スタービープル&岩戸開きチャンネルをご視聴の皆様、いつもありがとうございます。マーソロミューです。今回はゲストに古神道マスターの日笠蘭さんをお迎えしまして、3月に発売された新刊「霊術伝授」の魅力と凄さを紐解いていただこうと思います。日笠さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。日笠さんには当チャンネルにはもうね、何度もご出演いただいてまして、霊符とか言霊の世界についてお話しいただいてますので、ぜひそちらの動画もね、ご覧くださいませ。今回ね、日笠さんにお越しいただいたのはですね、その新刊の霊術伝授の霊符のパートがありまして、そちらを書いていただいているという。まあ、この霊術伝授なんですけど、霊学、古神道、道術の研究家で、日本の玄学の第一人者の大宮志郎先生著書になります。で、東さんはその大宮先生にも習ったりしているわけですよね。いろいろとご縁があるということで、今日解説をお願いしました。そもそもね、その霊術っていうとちょっとね、なんか怪しいみたいな、やっぱりイメージがね、あると思うんですけど、実際のところ意識を開いていくみたいなところだとは思うんですけど、どんな感じなんでしょうか。そうですね、霊術って言いますと、あらゆる不思議なこと、不可思議なことを行う術のことを全部霊術というところに含めちゃうんですけれども、人間の認識とかその理解の範疇を超えたところで起こる術っていうようなところが霊術っていうことになります。まあ、霊術伝授っていうことなんですけど、このなんていうかな、肉体を精神とかの他にやっぱり鍛えるべきものがあるとのことなんですよね。まあ、私たちこう地上に生まれてきて、人間としてこう今生きているんですけど、まあ、肉体は目に見えるから、これをよく鍛えていくとか、まあ、整体とかできれいに体を整えておくとか、いろいろ手法はあるし、精神のところもいろいろガイドは今いっぱい出ているんですけれども、あともう一つ霊体っていうところを忘れていて、霊体を鍛えていく、霊性を上げていく、霊性を磨いていくっていう分野がなかなか今薄くなってきてるので、そこを鍛えていくノウハウとしては、この霊術伝授はすごい素晴らしい本になっています。特にそういう、まあ、興味がなくとしても、霊体を鍛えるそうですね、本当は肉体を鍛えたいとか、精神を鍛えないとって思ってても、実は霊体を鍛えておくとか磨いておくと、後のものがなんかこう副産物的に整ってくるっていうようなすごい。感覚に自分でやってると思うので、先にその見えない世界の方の、なんか磨きをかけておくっていうのが実はキーポイントになってきています。もう現象世界って言いますけど、見えないものが先にあるみたいなイメージですよね。そうするとね、本書は第1章から第5章までの構成になってまして、第1章は霊術師の講義ということで、第2章は霊術伝授入門編、第3章は霊術伝授奥伝編、第4章が、日笠さんが書いていただいた霊術の霊符秘宝、第5章が流鶯神事ということで、そういう構成になっております。で、皆さんね、やっぱり気になるのは霊術伝授ということで、まあ、その入門編なんですけども、どのあたりがここ大事というか基本になってきますか？あらゆる霊術に関しても、一番これが欠かせないっていうのが初めの方に出てるんですけど、まず「徒能法」っていう呼吸法なんですね。で、これによって自分のその丹田にエネルギーを貯めて、
霊力を充実させていくっていうことが全ての霊術の基本になっていますので、ここは欠かすことはできません。あと次、霊道法っていう、のがあるんですけど、自分の中から霊気を発動していくって言って、発動どう発動したのかっていうのが目に見えないんですけど、霊気が入ってきて自分が動いてっていう、自分の力じゃないものに動かされているっていう感覚が体験できるっていうのが一番大事なので、この2つができてないと次に行けないというようなところですね。あらゆる霊術に関するものの基本中の基本というところになると感じてます。ちょっと先ほどね、はい、教わったんですけど、すぐ自分でやるには手っ取り早い感じがしますよ ね、はい、どんな感じでやるんでしょうか。はい、自分の霊気が発動してるかっていうのは目に見えないので、そのちゃんと発動してるかっていうのの感覚的に分かるように霊道法で確かめることができるんですけど、まず、簡単にやると、はい、両手を前に伸ばして手のひらを合わせます。肩の力を抜いて手のひらにはこうちょっと気を入れながら合わせていく。でそれをこう自分の前に重心に持っていきます。うん、それで軽く目をつぶりながら自分をここで捨てます。で周りの空間とか、こう宇宙にここで同調するっていうような意識にしますと、そうすると自分の力じゃない力に揺さぶられる、自然にこう手を合わせただけで振動してくるっていう、うん、こんな感じでね。これで自分の意識でもそろそろいいんじゃないかって言うとパッ と止まりますから、自分の力で初めは振ってる人が多いんですけど、自分での力で振ると大体こうやってるので、自分でも分かりますよね。自分の力でやってるでしょっていうのがすぐ分かるんですね。で空間に同調して自分がそこに溶け出して同調している時の震えっていうのは本当に揺らされているから、力じゃなくてそこに同調しているっていうような感覚になるんですけど、ちょっとやってみていただきたいと思います。まずじゃあ前に伸ばします。はい、中心に合わせて、うん、持ってきて持ってきます。ちょっと 肩の力抜いて、でも指は気を出すみたいな。初めのうちは割と揺れがすごいこう微動なのでそんなに大きくわからないんですけど、やってるうちに大きく動くようになってきます。一回動くとね、もうずっと動くようになります。さっきねちょっと教わってやったんですけど、うん、さっきはちょっとかすかに動いたんですけど、はい、やっぱり取られてると思うと緊張しちゃう、意識しちゃいますよね、うんうん。でもこれすごい実感しました、さっきやって。ああそうですか、よかったです、はい、でこれが自然にあっという間にできるようになると、うん、手で治療ができるようになったり、あとどっか痛みとか具合が悪い人がいると、うん、手のひらで全身スキャンをしたりとかして、うん、悪いところにピタッと手が止まるような感じになってくるので、うんうん、そういうことができるよ、治療みたいなね、うん、ことができるようになってきます、うんうん、ありがとうございます、はい、そんなに、まあ、がっつり霊術に興味なくても、うん、これだけやるだけでも例えば自信がついたり、はい、というかパフォーマンスが上がったりもしてくるんですか。あ、そうですね、はい、まあ、自分の認識とか理解を超えたところで何が起こるかっていうところの体験が増えるたり、自然に風邪ひかなくなったり、人が何を思っているのかっていうのをこう感覚的に直感で分かるようになったりとか、うん、あとその情報は本当か嘘かなんていうのはもう感覚的にピリッと分かるようになってきます。すごいですね。はい、霊術伝術の入門編では、はい、9つの
入門とのことで例術をご紹介してるんですけど、はい、入門とはいえ結構難しいようですよ ね。今回この例術伝授に載ってる本は高級例術って言ってすごく品格が高いね、例術ばっかりピックアップしたものになっているので、うん、やったことのない人が初めこれをやっても読んでも果たして自分が本当にできてるのかなってとか呼吸法やったんだけどこれでいいのかなっていうのが常につきまとうと思うんですけど、そういうところを確かめるためにちょっと俗例術っていうのが必要になってきて、それはやると自分の気がこれぐらいになったんだとか、あと霊気が使えるようになったっていう実感が分かるために、パフォーマンスとしてねやるのがすごくいいと言われていて、それの中に一つ割り箸切りっていうのがあります。どうやるんでしょうか。やりますか。はい、お願いします。じゃしっかり用意してあります。はい、じゃあ普通のね木でできた割り箸なんですけど、これを、そう持っていただいて、うん、これを名刺で切るっていう、はい、やつなんですね。はい、じゃあ準備しました。割り箸切りですね、はい、木の力で名刺で割り箸を切っていただきます。お願いします、はい、あ、すごい。はい、これを、じゃあちょっとやってみますか。はい。はい、できますかね。できます、できます。自分の力じゃなくて、はい、素直に下ろすっていう感覚だけです。でも何も下準備してないじゃないですか。できますか。できます。これこうですか。持ち方は、持ち方はね、そう、ここの指先がずれちゃうと、はい、あってなっちゃうから、ここは力入れるんですけど、ここは抜くの。はいはいはい、うん、それでまっすぐ下ろすだけです。どこら辺持てばいいですか。はい、こんなんでいいんですか。はい、でここはちゃんと力入れて、どういう心持ちで言えばいいですか。まっすぐ切る下に、あ、もうちょっとこっちで打つ、はい、はい、じゃあちょっとやってみたいと思います、はい、いきますよ。ダメか。痛かった。大丈夫ですか。もう一回。はい、じゃあやってみましょう。もう一回やってみます。はい、あ、じゃあやっぱりあれですね、都農法やった方がいいですね。先生、何がいけないんでしょうか。はい、やっぱり宇宙の気の充満力が少ない。でも私たちはね、武道で毎回鍛えてるからみんなできます。本当ですか、ね、はい、ちょっと私もアストロミーの残念な結果が、はい、なってしまいました。これを都農法で鍛えていくと誰でも、はい、はい、できる。誰でもできます、はいはい、皆さん試してみてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今ね、春なんでお出かけシーズンなんで結構行楽に行く方多いと思うんですけど、はい、それで入学とかね、はい、いろいろ外に出る機会があると思うんですけど、はい、そんな時におすすめのものがあるということで、はい。自分の行き先とかちょっとした占いじゃないんですけど、吉凶を占える方法としてがあるんですね。それを進行法って言うんですけど、これは別に鍛えなくても、うん、呼吸法とか都能法とか霊道法とかやらなくても誰でもすぐできる方法なんですね。だから知れば誰でもできるっていう方法です。で、例えばこれから出かける前に今日は安全かなって、いう時の確かめる方法が、載ってるんですけど、ただ指でね、目頭を閉じた目頭をこう押しますと、はい、光の太陽みたいなリンクが見えてくるんですけど、うんうん、これ見るの普通当たり前なんですけど、危ない時、この行った先に何かある時とか、何か危険事故とかある時の知らせとしてはそれが見えない日があります、突然、うんうんうん、
あと真っ黒い雲みたいなのが出てきたりとかする時があるので、そういう時はこの先で何か不吉なことが起こる前兆っていうことなので、うん、もうすぐあの祈りとその時にね唱えたりとか、うん、あの自分の意識を変えたりすることでそれを回避することができるので、もしくは あまりにも怖かったらその日は外出するのをやめるっていうのも一つ手ですね、うん、それ体が教えてくれる。あ、そう、体は何でも知ってるのでまず自分の体に聞いてみる、うんうん、自分の体が全部そういうのをキャッチしてるので、それで調べておくと、うん、ほとんど防げるようになってきます。はい、ありがとうございます。最近、まあ、今3月下旬なんですけど、はい、割と体調を、ね、崩してる、まあ、季節の変わり目をっていうこともあるんですけど、はい、体調を崩してる方が多かったりするんですけど、はい、こういうねスピリチュアルの興味ある方って、はい、まあ、なるべくお医者さんにかからない、うん、かかりたくないとか、うん、なるべく薬を使いたくないっていう方多いと思うんですけども、はい、まあ、そんな方にも、はい、おすすめの秘宝があるそうで、はい、どんなものでしょうか。はい、神の手秘宝と申しまして、手からオーラが出るっていう手を作っておくっていう秘宝があって、それをやると、自分でいろんなものをこう直していく力、光が出てくるっていうものなんですね、うん、なので、体は自分のことは自分の体で何でも知ってるっていうような感覚になってくるので、頭痛いなとかちょっとなんかお腹冷えちゃって痛いなっていう時に、うん、痛いところにこうピタッと当てたりとかしているうちにふわっとそれが取れていって自然になくなっていくっていうことができるようになってきます、うん、そういうのってやっていくとどんどんエネルギーが強くなって、はい、より効果が出やすくなってきます、はい、あ、そうですね、はい、うん、自分で一回治したというなんかこう治癒したっていう経験があると自信にもなりまして、うん、はい、でどんどんそういう力が強まってきます、うん、はい、うん、昔はねお手当てって言いましたしね、うん、誰にでも本来そういう力がありますね。そう、霊術ってすごいいいところは、うん、そんなになんか何かを買わなくちゃいけないとか、うん、そういうんじゃなくてもう全部ある自分をこう高めていくと何でも買わなくていいっていうか、うんうんうん、何でもできるようになるっていうところがいいところですね、うんうん、難病とかなかなか治らない病気とかなっている方もね、うん、そういうのもちょっと希望じゃないですけど、そうですね、だいたいその難病とか、うん、わけのわからない病気っていうのは、うん、だいたいほとんどこっちの世界ですね。あ、そうなんですか原因っていうんですかね。そうですね、根本のところを見てないと、うん、まあ、ちょっとなかなか難しいかなっていうところです。なるほど、はい、わかりました。ありがとうございます。第4章では、はい、霊術霊符秘宝ということで、はい、日笠さんの得意分野である霊符のことについて触れてますね、はい、こちらではどんな霊符がこちらでは紹介しているでしょうか。はい、こちら22の霊符を、はい、ご紹介してます。霊符なんですけど、今まであんまり世に出てない霊符ですとか、あと霊符でも正殿と邪殿っていうのがありまして、うん、正殿っていう霊符を載せてありますので、はい、これを見ながら書き写していただいたりとかすると効果があります、うん、これで自分で、まあ、習ってない人でも、はい、書いてみると効果は少しは、はい、ありますね。書くだけでも効果はあるんですけれども、やはり一番最初の霊術伝授の初めの方に出てる土嚢法ですとか、うん、霊道法をやって自分の霊力を高めてから書きますと、かなりの応見効果が出てきますので、うん、願いをどんどん叶えていくっていうと自信が持てますし、自分のその霊力っていうのがの効果がね、自分で分かるようになってきます、はい、ナチュラルスピリットでも日笠蘭さんの霊符講座、はいはい、あと霊符を書いてほしいっていう方は常に募集してますので、はい、ホームページをご覧ください。はい、よろしくお願いします。あと本の方もね、はい、ちょっと宣伝になるんですけども、はい、出していただくんですよね。そうですね、次霊符の本を出す予定でおります、はい、
はい、皆さんそちらもお楽しみにお待ちください、はい、で日笠さん今回は霊術伝説の解説ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんにもね読んでいただきたいんですけど、なんとなくね霊術というと、はい、やっぱり縁遠いみたいな感じになっちゃうんですけど、精神とか身体と霊体、それを全部鍛えていくっていうのはこれから必須にきっとなっていきますよね、はいはい、で大宮さんも、まあ、その本の中でおっしゃってるんですけど、古事記には人類破滅の予言もされてまして、それを乗り換えていくにはやっぱり霊体を開発していくというか、はい、鍛えていくことがもう必須であるとおっしゃってますので、はいまあ、現象世界に没頭して惑わされるんじゃなくて、はいまあ、意識を開いていくためにも、はい、ぜひ皆さんお手に取ってみてください。で東さんは、はい、あの最近は講座とかはやられてるんですか。はい、霊術に特化する講座ではなくて、最近やってるのは呪術講座ですとか、あの心霊医学講座っていうのをやってるんですけど、うん、あの心霊ってあの怖い方じゃなくて心の霊 の、うん、あの医学講座で、病気の根源を知ったり、またはその 病気って大体霊障だったりするので、うん、それをあのどうやって解決していくかっていう実践ですとか、それをやる術者がそのやっぱり、ね、霊力とかそういう霊気が充満してないといけないので、それを鍛える講座ですとか、うん、そういったことをやってます。で呪術講座も、うん、心霊医学っていうのもすごく似てるんですね、うん、で大きく分けるとこの中に入っちゃう感じになります。結構最近もね難病とかやっぱり現代医学ではなかなか治らない病気もありますので、はいうん、そういう視点から少し見ていくこともね、ね、これからどんどん必要になってくるかもしれない、ね、だいたい謎のものって言うとこっちの世界の話になってきますので、うん、一応やって確かめてみて、うん、探っていくっていうのがすごく大事なんじゃないかなって思いますし、かつてあったそういう霊術師たちが解決してきた病気ですとか、流行病を防いできたやり方とかもあのいろいろね残って実践的に残っておりますので、はい、そういったことを勉強しながらやっていきます。あと霊符の講座の方も引き続き、はい、ナチュラルスピリットでは随時募集してますので、皆さんぜひよろしくお願いします。興味のある方はよろしくお願いします。今回ありがとうございました。ありがとうございました。